たったの2000円、19日の FNN のスクープに怒りの声が広がっている。岸田首相が所信表明で前例のない思い切った対策と強調した電気代の負担軽減策。 FNN は複数の関係者の話として1世帯あたり月額最大2000円程度を支援する案の検討に入ったと報じた。電気代抑制について岸田首相は18日の衆院予算委員会で毎月の請求において直接的かつ実感いただける負担策と答弁している。原資は電力会社に給付され、来年1月から毎月の請求に反映される方向だ。しかし、実感というが、わずか2000円では、国民の怒りを買うだけだろう。ネット上では、これが前列のない思い切った政策か、1世帯。しかも最大、桁間違ってますよ。ゼロ少ないっすよ、政府のやることがいちいち小さすぎてバカにしてんのって感じ。ガソリンスタンドが潤ったガソリン補助金の二の舞と不満が爆発している。全6000万世帯につき2000円の電気代支援をすれば月1200億円、年間で 1.4 兆円だ。30兆円規模とも言われる総合経済対策の目玉にしてはあまりに少ない。月3000億円のガソリン補助金にも遠く及ばない。自民党の萩生田政調会長は、電気代上昇分の少なくとも半分くらいまでは戻していく必要があると目安を示していた。年間の電力販売額は約15兆円。電気代は2から3割上昇しているので、その半分なら 1.5 兆から 2.2 兆円。年間 1.4 兆円、1世帯月2000円の支援は最低ラインになる。経済ジャーナリストの井上学氏が言う、報道がその通りだとすれば、前列のないと大見得を切り、国民に期待を抱かせておいて2000円とはふざけているか、国民の苦しい生活を全く理解していないかでしょう。利用者が一部に限られるガソリンとは異なり、電気代はどこの世帯も支出せざるを得ない。インパクトある額の支援を行えば全国民に喜ばれ支持率を回復できる好機だった。なのにたったの2000円ポッチではむしろ国民の怒りに火に油を注ぐでしょう。何もしない方が良いくらいです。 FNN の報道について経産省はびっくりしています。こちらから発信したことはない。現時点で支援の幅については何も申し上げられない。電力産業市場室と答えた。岸田首相はいくら支援するつもりなのか。